アイヌの歴史とは、アイヌ語で言うところのアイヌも知りの先住民族の一つであるアイヌの歴史である。アイヌは、形質人類学的には、縄文時代の日本列島人と近く、本州遺南が、弥生時代に入った後も、縄文文化を保持した人々の末裔であると考えられている。アイヌとはアイヌ自らの固有の言語である。アイヌ語で人間を意味する。アイヌの歴史は、 考古学上の概念としてのアイヌ文化が成立した時に始まるが、後にアイヌと呼ばれるようになる。エスニックグループはアイヌ文化が成立する、遥か以前から存在していた点に注意が必要である。詳しくはアイヌ文化を参照。アイヌ人は10世紀以降、サハリンから南下して、北海道の北半分を占めていたオホーツク文化人を排除、同化しながら全道に進出し、 さらに11世紀前半には、サハリン南部、13世紀には、チシュマエも進出、15世紀には、カムチャッカ半島まで活動権を拡大したと考えられている。アイヌ文化は、アイヌモシリで13世紀に成立したと考えられているが、アイヌは文字を持たなかったため、文献資料が十分ではなく、アイヌ文化成立の経緯について、 考古学や文献でその経緯を十分に後付けることは未だ困難である。しかし基本的には北海道の前時代にあった薩文文化やおほうつく文化、本州の文化を摂取して生まれたと考えられている。薩文文化に継承された俗上門時代の土器の文様にはアイヌの衣装に描かれる模様との類似性があると指摘されるがアイヌ文様は 国旅交流域やカラフト中部北部の諸民族の文様とも類似しており、その発生、系統を実証することは困難である。オホーツク海南沿岸で栄えたオホーツク文化には、ヒグマを特別視する世界観があった。これはアイヌ文化と共通するが、殺ン文,文化の遺跡からはこれを伺わせる遺物は検出されていない。アイヌにとって重要な祭祀であるクマを送るが、 おほうつく文化に由来する可能性も示唆されている。また、殺門文化からアイヌ文化の生活体系に移るに伴い、土器の製作や使用がスタその代わりに本州から移入された鉄器や漆器が生活用具として定着した。この点からは、アイヌ文化を生んだ契機に日本との交渉の増大があると考えられている。また、 住居が、それまでのかまどを備えた縦穴式住居から、いろりのみで、かまどが排除された掘ったて柱建物、知性と変貌していった。農耕民族の和人と狩料採集民族のアイヌは、それぞれの生活様式によって確保した生産物を交易で交換した。アイヌは魚や毛皮を輸出品目とし、和人の生産する道具や嗜好品と交換した。 江戸時代では武力を背景とした幕府や正木藩による不平等な交易で、アイヌは経済的な不利益をこむった。また和人との関係が増える中で、天然痘などの伝染病に罹患し、民族としての衰退を招いたと考えられている。俗常門時代や薩門時代の北海道には、アワ、ヒエ、キビなどの雑穀が小規模ながら栽培され、 アイヌ文化成立後も栽培そのものは継続されて、特に冷えや冷え酒は祭祀における新鮮としておもんじられていた。しかし、アイヌ文化の成立とともに、農耕は縮小する傾向にあった。これは、寒冷な気候ゆえに工作を諦めたというより、本州との交易用の毛皮や補魚を確保するため、狩猟や魚老を重視した結果らしい。カラフトアイヌは、 北方のツングース系などの諸民族とも交流があり、それを介して大陸の中華王朝とも関係を持った。1264年にはカラフトに侵入したアイヌとニブフトの間に紛争が勃発した。この戦いにはモンゴル帝国軍が介入し、アイヌからの兆候を取り付けた。その後もアイヌは大陸との交易を続けていた。この交易は三体交易と呼ばれ、 江戸時代にはアイヌが交易によって新朝などから入手した絹織物や漢服がエゾキンと呼ばれて日本国内にも流通していった。韓国では三国維持にあるシーラギの第四大王脱会日金の出身地である竜文字文化を採用しなかったアイヌには自ら記した歴史記録がない。現代まで正式に記録が残っているものは和人の視点からのものがほとんどである。 アイヌからの視点で歴史を記述することが歴史学の課題でもある。武士とアイヌ歴史的なアイヌ人口千島、カラフトのアイヌは日露両国の進出、南北千島の分断統治、カラフトと千島の交換、日露戦争、ロシアの北方領土占領によって国際的に翻弄された。千島列島には戦士時代から居住者がいたが文字記録が残されるようになるのはロシアが東、 シベリアまで勢力を拡大した18世紀からである。千島アイヌは千島列島を南北に移動して交易していたが、この頃、日本の北進と東、シベリアを半島に入れたロシアの南進によって、彼らは生産、交易活動を両国に依存することが多くなっていった。マサキハンは、家臣の治療地として1754年に、ウルップまでを含む国なしり場所を開いていたが、 その後のロシア人の侵入もあり、江戸幕府は1803年、エトロフウルップ間のアイヌの移動を禁止した。これによりウルップ東以北のアイヌは日本との交易が混乱になり、ロシアの影響を強く受けるようになった。1854年の日露・ア新条約によって、千島列島は日露両国が南北を分断して統治することになったが、1875年には、 カラフト、千島交換条約に基づき、千島列島が全て日本の領土になった。その際居住者は日本国籍を得て残るか、ロシア国籍を得て去るか選択させられ、大部分は日本国籍を得た。1884年には若干の千島アイヌが日本領北端の主務所に残っており、北の国境に民間人を置いておくよりも南の地でブイックした方が、 良いと考えた日本政府は97名を半ば強制的に四股担当へ移住させ牧畜農業に従事させたしかし先祖代々続いた魚老を離れ新しい土地で暮らすことになじめず健康を害する者も現れた傍教の念を募らせる千島アイヌに対し日本政府は1898年以降軍艦に彼らを乗せきた千島に向かわせ臨時に 従来の漁労に従事させる等の措置を取った。1923年には人口は半減しており、さらに第二次世界大戦における日本の敗戦に生じたソ連による千島、北方領土の占領に伴い、千島アイヌを含んだ日本側居住者はすべて強制的に本土に移住させられ各地に離散した。1962年に当時北海道大学大学院生だった。 紫京子が7人の千島アイヌの生存を確認し、このうち4人から聞き取り調査を行った。しかし、4人はいずれも日本に同化しており、一部は非協力的だった。1970年代に最後の1人が死去した時点で千島アイヌの文化を継承するものは消滅したと思われている。カラフトアイヌも国際情勢の変化の影響を強く受けた。カラフト 石島交換条約に伴って、カラフトがロシア領になることから、同条約発行に先立つ1875年10月、もともとカラフト南部のアニワ湾周辺に居住し、日本国籍を選択した108百841名が、宗谷に移住し、翌年6月には、タイガンに移された。生活環境の変化に加え、運の悪いことに百八十六年のコレラ、さらには、 天然痘の流行が追い打ちをかけ、300名以上が死去したという、1905年の日露戦争に関するポーツマス条約によって、南カラフトが日本領になると、1906年、ようやくカラフトアイヌは再び故郷の地を踏むことができるようになった。カラフトアイヌはカラフト町によって、当初は古石法上はカラフト古石に入ってカラフト土人として扱われていたが、 1932年1月に古籍法上は内地人と同様となり内地人と扱われるようになった。第二次世界大戦後にカラフト全域がロシアの占領下となり、同国政府によってカラフトアイヌのほとんどが北海道へ強制送還された。しかしながらアイヌは現在もカラフトに少数ながら住んでいる。旭川市博物館2005年には 知床の斜里町ウトロにある茶子骨岬家の飛びに大文化期の遺跡から熊を祀った後と思われる遺物が出土した。これにより熊送りがオホーツク文化から飛びに大文化を経由してアイヌ文化にもたらされたとの見方が改めて浮上した。詳細は飛びに大文化を参照のこと。連合ニュースオリジナルの二千十七年七月十六日時点における アーカイブ、https web.archive.org web 20170716054537 http w w w y a l h a p n i z co, kr, ブ e t i n 2 0 1 7 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 アクア2 k 170兆1110億4970万 371HTML 公益のみんアイヌ7ンとの戦いアーカイブド2011年7月21日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン旭川市博物館海保ミネオ96年絵の森進むアイヌ民族の歴史総風館2015年64ページ道南の住民 海保ネオは、白木の記録の記述に基づいて、和人と見る。アイヌ民族の歴史山川出版社。2015年。50ページ。公益の民イヌ八中世のアイヌ。旭川市博物館。アイヌ民族の歴史山川出版社。2015年。65ページ。海保ネオ、エゾの歴史講談社。1996年。 ISBN40 億6258万691、まさき藩、藩市大辞典第一巻北海道、東北編、木村石津江、富士の保つ、村上氏編、小山角、2002年、吉弘は、天正18年9月に津軽海峡を渡り、同年末に上落している、新、国史大年表第4巻、日置英語編、国書観光会、2009年、 ハット 6C1、北、千島アイヌの回収政策について試行担当における、アイヌの回収政策と、北千島への帰還問題を中心に、マイナス、立命館言語文化研究第19巻1号、2007年、立命館大学国際言語文化研究所、明治末期の日本海軍千島アイヌの生活調査、北海道新聞2015年6月9日、道うたり協会来春に、 アイヌ協会と会消。紫京子、千島アイヌ語絶滅の報告。基幹民俗学研究27、657から661、ネイド1100億183七5731。ありがとうございます。